どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあゲスト、前回に引き続き中山浩太さん、来ていただきました。お願いいたします。どうもお願いします。中山浩太です。すいません、なんか2回も出していただいて。前回のあの赤い男、そうですね、写真ももうとんでもなかったですね。はい、もうあれももう自由にフリー素材で使っていただいてさあじゃあ今回もいいでしょうか。はい、お願いします。はい、これも昔の話になるんですけども、はい、ちょっと僕自身が経験した、まあ、今も毎年経験してるっていう話なんですけれども。継続中ってこと？そうですね、その大したって言うたらあれですけども、あの大きな何かがあるわけではないんですけども、多分死ぬまで夏はと思ってる話があります。はい、聞いてください。ですね、僕その関西人なんですけども、あかんかったっていう言葉が苦手なんですよね。何かパッと、まあ、大阪の芸人さんとかが「うわあかんかった」とか、野球見ながら競馬見ながらとか声聞こえてきたらちょっと背筋が伸びるというか、うん、あんまり自分自身もなるべく「ダメだった」とかそういうふうに言い換えるようにしてるんですよ。で「あかんかった」っていう言葉がなんで苦手になったかっていう話なんですけども、はい、僕ね、小学校の時に4年生ぐらいの時に仲良くなった A 君っていう子がいたんですよね。で友達なんですけども、僕の父親と A 君の父親同士が同級生 で、まあ、その関係もあって、まあ、初めクラスとか違ったんですけど急に仲良くなって、うん、なんか彼が絵を描いててすごくうまくて、で話しかけてそこから仲良くなったんですけど、で4年5年6年ってもう小学校の時ずっと親友だったんですよね。で A 君っていうのは本当に僕からしたらもうスーパースターみたいな人で、はい、もうスーパーマンなんですよね。もう何でもできるんですよ。運動神経が良くて、でさっき書いてたような絵とかも上手くて、で字がすごく綺麗で、で、まあ、喧嘩も強いんですよね。で、まあ、他にもね、なんか勉強も本当はやったらできるんですけど、まあサボってばっかりで、それでも人並みよりは点数取るみたいな、でそんな子やったんですけど、で彼がね、まあ成長していって、まあ、中学校に上がったぐらいの時なんですけど、まあね、ちょっとね悪くなってきたと。で中学ぐらいで、で高校生ぐらいになった時からもう僕疎遠になってたんですけど、うちの父親が言うにはそのやっぱ高校がねなかなかそのいわゆるヤンキー校に行っちゃったので、うん、で「お前ええほんまあいつあかんぞ」って言うんですよね。あ「どうしたん?」って言ったら「あいつはもう俺の車の前にバーって飛び出してきてな、でまあわしがこう前もう運転してる車でもう誰か分かってるはずやのにギーってこっちに睨みつけてきて、でっかいピアス開けてな髪の毛染めて。まあ、あんなのとんでもないぞあんなもんって言ったんですね。僕は別にそれ聞いても何も思わずに疎遠になったし、まあ、あのヤンキー校に行ったんやったらそうなるかと思って、うん、まあ一つ気になってたのはすごく暗くなっていったなとか、まあ、付き合う仲間が悪くなっていったんで、まあ、悪くなったんですけど、まあ、暗くなったなっていうのも噂でも聞いてたんですけども、でその A 君が19歳ですかねになった頃に、おばあちゃんが亡くなったんですよね。はい、でも A 君のおばあちゃんっていうのはもうかなりその時点で、お年を召していたので80歳を過ぎてて、でまあ大往生といえば大往生なんですけども、すごくね、僕がまず思ったのが、 A 君はいつも A 君の家に僕が遊びに行った時におばあちゃんに真っ先に挨拶に行くようなおばあちゃん子やったんですよね。はいはい、でやっぱりもともと親友だったんで、あすごい辛かったんじゃないかなとかふと思ったんですけども、でおばあちゃん亡くなったらしいでって家の中で話してる時に、あーそっかあかんかったかって言うんですね。うちの親父がまず言って、だうちの母親も、うん、あかんかったよねって言うんですよ。えどういうことやろと思って、例えば病気とかで癌とかで闘病してて亡くなったんやったら、はい、それがあかんかったっていうのは意味が分かるんですけど、そうじゃなくて老衰で亡くなってるんですよね。であかんかったって、なんか不思議なことを言うなと、まあ、ふと僕は思ったんですけども、うん、でまあおばあちゃんが亡くなって A 君からしたら、それからね、本当に2週間も経たないうちになんですけど、 A 君のお兄さん長男がいたんですけども、長男の方がねその地元の高速道路の路肩に車を止めて、はい、そこから飛び降りて自殺したっていうんですよね。はい、でどうやらその警察とか地元の人の噂話とかによると、 A 君のお兄さんはそこになぜバレなかったのか分かんないですけど、そこに車で
あれは2日間は迷ってたんじゃないかと、車の中にずっといて、もう電気も消して、うん、で最終的には飛び降りた、そういうふうな言うたら警察とかの判断になったんですよね。でもともとその A 君の長男が何か悩んでたとか、なんかそういうのも特に聞いたことなかったので、昔からまあどちらかといえば寡黙ではあったんですけど、うん、まあ、そんなするような人じゃなくとても強い人だったのでっていうのは僕も思ってたんですけど、同じようにねご飯食べてたらうちの家族が言うんですよね。あーこれなあかんかったんか、父親が言って、母親がうんあかんかったよねって言うんですよね。なんかすごく違和感があって、はい、それからねそこからはもう2ヶ月ぐらい後になるんですけども、あの自慢の長男が自殺をしたっていうので、その A 君のお父さん、うちの父親の同級生なんですけど、もう本当にね朝から晩まで酒飲むようになったんですよね。で本当にねすごいスピードで体を壊して、腎臓も肝臓も全部やられて、亡くなったんですよね。へ、はい、でもすごい亡くなっていってる。 A 君からしたらまあおばあちゃんも、兄もでお父さんももう近いうちにもう身内が3人も亡くなってるっていうので、はい、その時も当然言うんですよね。うちの父親なんかはお酒飲みながら悲しそうにしてるんですけど、自分の友達が死んだっていうので、いやねもうあかんかったんかっていうふうに言うんですよね、 A 君のお父さんのことで。お母さん、うちの母親もあかんかったよねほんまにね、どうしようもないねって言うんですね。どうしようもないってすごくね自分の中で気持ち悪くなってきたんですけども、そっからですねまあ1週間ぐらい経った時にちょっと元気づけようっていうので、はい、うちの父親が母親と、まあ、兄貴もいたんですけども、A 君を僕の家に呼ぶってなったんですよね、うんうんうん、でまあ話しようと思う、こうたん昔仲良かったやん、親友やったやん、お前らって言われて、で僕ねすごくなんかね久しぶりに会ったっていうのもあって疎遠になって、で向こうは言うたら不良になってますから、でそういうのもあってね恥ずかしくて部屋でゲームしてたんですよね、はい、でも兄貴にもう引っ張り出されて、もうええから言って、もうええあんな状態やねんからもうかわいそうやからもう話してな、普通にもう楽しく話したらええねんって言って、でパッてまあ父親の部屋に行ってピザを取ってみんなで食べながら話してたんですけど、 A 君はねものすごい明るいんですね、うん、でまあいろいろあったんですけど僕らに気を使わせないようにもしながら、うん、いやほんまにねって言って昔話ばっかりするんですよ。こうたこいつね何にもできないですよ、こいつね運動とかもねもうできなくて、野球とかねこいつやったことないでしょって、おっちゃん教えたらなあかんでとか親父に言ったりとかして、でもうこいつほんまにねもうこの時もね先生に怒られてね、こいつ泣いてたんですけどとか言ってすっごいいじってね、はいはい、もう笑いを取るんですよ、うんうんうん、でも彼もすっごい面白いやつでもあったから、で A 君がまあそうやって、まあ、元気そうでよかったなっていう話をみんなでしてたんですけど、時折ねやっぱり例えばテレビでなんかたまたまついてたテレビで刑事ドラマで、誰々のが自殺がした自殺者が出たみたいなのをしたらきっとそっちに睨んでぐーっと動かなくなったりとか、あやっぱりまだ当然ショックなことはあるのかなとか、お兄さんのこととかそういうの、そういったね不思議な場面もあったんですけどもね、はいはい、パッとこの照明の方をじっと見て何も喋らなくなったりとか、うん、まあ時折そういうところはあったんですけれども、まあでもまあ元気そうでよかったなっていうので、僕も久しぶりやけど喋れてよかったわって思ってたんですよね。だからでみんな帰って、でまあね、まあ、ちょっとまあおのおの部屋に戻ろうかっていう時に、うちの母親が「こうたちょっと」って言って本を見せてきたんですよね、はい、それは自分なりに調べてた A 君のために調べてた本なんですよね。それがうつ病の本やったんですよ、うん、で僕は知らなかったんですけど、A 君っていうのはその鬱になってたらしいんですよね、その段階で、うん、まあ僕からしたら当たり前かなと思うんですよね。その身近な時におばあさんは大往生だとはいえ、自分のねお兄さん自殺して、お父さんももう自ら死に行ったようなものですよね、うん、叫びたりでそういうことがあって、でまあ鬱になったと。でもうちの母親って少しその予知能力みたいなものが昔からあって、はい、虫の知らせが、ちょっと尋常じゃなく人より強いんですよね、うん、でその母親が「あこうたもう A ちゃんあかんかもしらん」って言うんですね。え、どういうことなんって言ったら、本当にねその前の場に言うた勉強してたので、そこにね自分なりにマーカーでね、蛍光のマーカーで線をパーって引いてるんですけども、それがねついさっきまでご飯食べた A 君がやった行動と一緒なんですよね。あ、うつ病の人はこういう行動しますよっていう、はい、
でもう A 君がやった行動にだけもう前もってマーカーを引いてるんです。でもその昨日マーカーで引いてるはずなんでおかしいんですよね、はあはあ、でもあまりにも当たりすぎてて、その昔話をするであるとか、その光の方をやたらと見ると、目が辛いのに、でその死に対して非常に敏感になる、あとストップモーションのようなことも起きるとか、これがもう本当に、しかもそれこそその本の第5章あたりの一番末期の症状やって言うんですよね。そこにだけマーカーが引いてあって、でも僕もそれ見た時はちょっとこれはやばいかなと思ったんですけど、そのいやもう大丈夫やって、あんだけ明るく喋ってたんやからっていうふうに言うわけですね。でまあ僕が言って、まあ、まあ大丈夫やからって兄貴に聞いてもいけるよなって言ったら、うん、いやほんまにその気丈にやってると思うよ、大丈夫やと思うよって話してたんですけど、次の日の夜中にね、地元に大きい川があるんですけど、その川のね、下の堤防のところね、すごい低いところなんですけども、ね、ロープで首くくって自殺したんですよね。で、まあ、A 君が亡くなって、僕はね、まあ、地元の友達とか、その不良になってからの彼の友達とか知らないんですけども、だから一人でね A 君のところに行ったんですよね。で彼が当時捨てたタバコ、今でいうメビウスなんですけど、マリドセブンの何ミリかをこう備えてね、そっと帰るとしたら、まあ、これは偶然やと思うんですけどね、はい、僕のものにパーッとホームレスのおじさんが来てね、そのタバコパッて取ってひょいって吸おうとして、おい兄ちゃん引かしてくれやって言うんですよね。で当然友達からの花とかもたくさん手向けられてるんで、それ見て僕の方見て、おいねえ、これお前の友達か、あかんかったんかこいつ、えお前あかんかったんかって言われたんですよね。で僕それ聞いた瞬間に、なんかすごく抑えてたもんがもう全部飛び出してしまった感じで、むちゃくちゃ本当に怒ってしまって、はい、ふざけんなよと、こっちはもともとの親友やったら死んでないからお前返せそれって言って、で向こうバーって逃げていって、情けないですけども、そこで膝ついて泣いて、はい、で僕はお葬式に行こうと思ったんですよね。やっぱり疎遠にはなってしまったんですけど、もう一人で行こうと。で周りに自分の友達に、その亡くなる寸前の A と仲いい子もいなかったので、うんうん、もう一人でスーツを着て、でお証拠あげさせてもらおうと思って行ったんですよね。でいざまあお葬式ですよね。その時にね、もう彼が当時付き合ってた彼女とかもう号泣してるんですよね、うん、でまあ不良であろう、もう見るからに悪そうなやつらもみんなね、もうおいおい泣いて、で彼の生前好きやった曲が流れてるんですよ。これを流してくれって遺書に書いてたみたいで、遺書も僕見させてもらったんですけど、遺書もあったんですね、はいはい、きっちりあって、でそこには自分の思いとか書いてあって、でそれで僕ずっと待ってて、まああいつは誰やとか知らんぞ、俺止まっちゃうぞみたいなことも周りのやつに言われながらなんですけど、で彼の棺桶の前に行ったんですよね。で棺桶はその顔の部分だけが開いてるタイプじゃなくて、もうこの辺は花で隠してますけど、うん、でまあちょっとこまあ、顔も、まあ、言うたら体も全部あって、周り、ま、鼻でバーって、ね、されていて、全身が開いてる状態で、で僕パッと顔を見た時に、少しね、ああいうのってね、多分脳幹視の方とかが表情とかいろいろやるんでしょうけど、少し口が、ね、うっすら開いてるような感じで苦しそうやなとは思ったんですけど、顔を見てね、こうやってぐーっと見てたら、僕ね動けなくなったんですよね。でもそれはその自分の親友がもう亡くなったと、で自分が何もできなかったっていうので動けなかったんではないんですよね。本当に立ったまま金縛りになりまして、へで彼の顔をじっと見てる状態で金縛りになったんですよね。そしたらね、その彼の少しだけ開いてる口がね、本当に昔のね VHS のビデオテープを早送りした時のように、初めギューッとゆっくりになって、その後キューッと早送りになる、まさにああいう感じでクーって動き出したんですよね、うん、で唇がカサカサカサってなる音が聞こえて、金縛りなんでそれだけが聞こえるんですよね。カサカサなって、少しペチャペチャ言うような音になって、歯がカチカチなってるんですよね。でその口から初めはその音だけが聞こえてくるんですけど、だんだんとその音が大きくなってくるんですね。それ声やったんですよね、はい、口をぐーっと何回も動かしながら、あかんかった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 って言ってたんですよ。で僕そこで周りの人たちの怒号とかもあったんですけど、結局膝から崩れ落ちてしまって、ちょっと係の方に抱きかかえられるようにして、それでなんとかまあ言うたら家には戻れたんですけども、
それね、まあ言うたら僕はその彼が言ってた、周りが言ってたそのあかんかったっていうのが何なのかっていうのが、うつ家系なのか果たして、で僕違うと思うんですよね。というのはその彼の親がうつ家系ではないっていうことをはっきりと母親たちがみんなが調べて何とかしようと裏でしてたことを知っていたので、はい、そういうことではないんですよね。だから口が裂けても言いたくないんですけれども、何か忌まわしいその一族が亡くなる何かがあったんじゃないかなと思ってるんですけど、あとねやっぱりその亡くなった人、例えば昔親友だったね、そういう人らとか、まあ身内の方とかもそうですけど、よく枕元に立ってほしいって思う方もいると思うんですよね、はい、でもね僕の場合はあれはいいもんじゃないなと思うんですけども、はい、彼が亡くなってから毎年割とねお盆じゃなかったりもするんですよね。7月から9月の間に本当にランダムにね一回だけ枕元に立つんですけどね、本当にね何も話できないんですよ。ごめんなとか、こんな、なあ、何もしてあげられんくてとか、今やったら最近階段でお前の話させてもらってるわごめんなとか、そういう話もできないんですよね。彼はただ金縛りになってる自分の顔のところにぐっと顔近寄せてね、瞳がないんですよ、眼球がなくて黒い目で、ただこの距離でずっと僕にあかんかった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 って毎年言うんですよ。今年はもう7月に出たので、はい、その次の日はあんまり体が良くないので、ね、体調の心配いらんなとは思ってますけども、せめて階段させてるもらってるっていうことは伝えたいんですけどもね、全く無理だというそんなお話です。ありがとうございました。とね、これ悲しすぎて話す時ももう自分的にもそうですね、ちょっとうわーっとなってしまうんですけども、いやなんかごめんなさい、もうもちろん怖いは怖いんですけど、怖いだけじゃ済ませられないというか、すごく無念の、きっと親友でもあり、はい、まあ、霊感あるじゃないですか、こうたさんね、あると思いますね、人よりは分かってくれる相手だからこそ、自分のあかんかったっていう何か抗おうとしたけども無理だった、苦しかったんだっていう気持ちを知ってほしい、それがもうなくなってもまだ未だにずっと毎年伝えたいんだって分かってほしい、この気持ちっていうのに出られてるっていうのは未だに苦しんでるのかな、なんかね、何を気づいてほしいのかも僕も正直わからないというか、その彼としても、まあ、言うたら僕親友で毎日二人でいたのにそれ見捨てて向こうに行ったっていうので少しね、悪かったなって気持ちもあんのかなと思うんですけども、これね時間の都合で本当どこでも言ってないんですけども、確かにその存在をその年に1回だけじゃなくて知らせようとする行動ってすごくあると思うんですよね。彼はもうとんでもないいたずらっ子でもあったので、はい、僕が小学校の時に好きで買った、ね、アーティストの CD の歌詞カードにね1回ねなんかボールペンで落書きしたことがあるんですよ、はいはいはい、なんやねんこれって思って、で僕それを本当にその当時ねもう母親とかに聞いてこれどうやったら消せんのって言ってで頑張って消して、で言うたら文字だけをなんとか消すことができたんですよね、はい、多分中性洗剤かなんか使ったと思うんですけど、でちょっとずつつけてふやけないようにして、まあ言うたら彼のフルネームも完全に消えてるんですよ。でも亡くなった次の年に何でか分かんないですけどその CD 聞こうと思って歌詞カード見たら名前元に戻ってるんですよね。やっぱ、はい、おかしいんですよ。あんなね、その日光がどうとかそういう問題じゃなくてもう今まさに変えた状態に戻ってるんですよね。あとはもう完全にこれはおかしいなと思ったのがこれだけ密封してるのにっていう状態の卒業アルバムもう完全に刺してあって、言うたらもう本棚的なところに入れてあるんですよね、はい、そこをわざわざ前の荷物がこっち右側に散乱されててそこから開かれてたのがその彼と僕が同じクラスやった時の写真のページやったんですよね。あんないたずら例えば兄がするかっていうとうちの兄貴とか家族がするわけないんですよ。悲しんでるわけですから、うん、何かその時にじゃあ何をしたらいいのかわからないんですよね。いやでもただただ忘れないで自分は辛いんだっていう気持ちを分かってほしいっていうそれを親友に知ってほしいっていう気持ちなんじゃないですかね。だから名前で自分の存在を出したり
写真で自分を思い出してっていう風に言ったりっていう。でもこうやってね話もされるぐらい全然こう忘れてないですし、いまだに悲しんでらっしゃるっていうところはきっとね、そうですね、いいんじゃないかなと思いますけど、やっぱりなんて言いますか、自分僕はなんかその全怪談なんですけど、どうもあんまり喋ったらダメなような話が多い気がしまして、でこれもねちょっと怖くてもう体調悪すぎてあんまり言ってなかったんですけど、そのこのあかんかったっていうね言葉自体も嫌だっていうのもあったんですけど、それが多分頭にあったか分かんないですけど、これ夢の話なんですけどね、すごく嫌な夢を見まして、すごくねボロボロの格好したうちの兄がね夢に出てくるんですよね。でそれを僕はね本当に体感ではこれ何時間見てんねん、24時間ぐらい見てるんじゃないかっていうぐらいずっと長いことそのシーンを見せられてるんですけど、ごめんなって言うんですね兄貴が。であかんかったわあかんかったわって言って夢の中で言うんですけど、こうやって右手に出刃包丁みたいなやつがね、で左手になんか掴んでるんですけどね、それ髪の毛なんですよね。ごめんなあかんかったわこうたって言うんですけど、持ってんの僕の生首なんですよ。むちゃくちゃ気持ち悪くて、それ夢占いとかでもこれいい結果うまいやろと思うじゃないですか一発で。これの夢占いはもうそれが現実になるんじゃないかなっていうぐらいの。まさ夢。あん時きつかったですな。だからそれもその話した翌日なので、多分人間の脳とかからするとおそらくね それが印象に残って夢で見たのかもわからないですけど、すごくねなんでこんな夢を見ないといけないのかなとか思いましたけどね。まあでもね本当にこれからもずっと忘れずに、はいね、きっと思い出してほしいっていう気持ちで進めますので ね、はい、一度行ったんですけどね、その川の下に大阪に帰る予定があったんで、すごくねまあ何事もなかったかのようになってますけど、すごくなんかひんやりとしたね優しい感じは僕は雰囲気は感じましたけどね。大変かもしれないですけどね、はい、ちょっとずっとねお付き合いをして忘れないでちょっと抱えてしててあげてほしいなってちょっと僕は思っちゃいました、ね、いつか謝ったりとか普通に話できるようにはなりたいですね。そうですね、はい、いやー今回も素晴らしいお話ありがとうございました。どんどんです、中山浩太さん YouTube の、ね、チャンネルお持ちで、はい、いろんな、ね、芸人さんと結構、ね、熱いトークなんかもされてるんですが、はい、これがね怪談の話が入ってないんですよ。もったいない、こんな話せるのに。でも本当に期待してますんで、ぜひ、はい、YouTube でも、近々島さんがおっしゃったのでやります。ぜひね、チャンネル皆さんチェックしていただきたいと思います。お願いします。今日のゲスト中山浩太さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。すごかった。都市伝説の貴公子島田秀平単独怪談ライブ。そこ見て、そこ見て、しんちゃん。秋の夜長に背筋が凍る体験をあなたに。